皆さんこんばんは。いつもオダナース TV をご覧いただきありがとうございます。元統一戦日本6連覇チャンピオンの小田圭司です。今日はですね、小田流チャチャ第3弾ということで、第1弾2弾チャチャロックに関して説明したと思うんですけども、まだねご覧になられてない方は概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。それでは今日はですね、チャチャのよく使われるステップでですね、ニューヨークスプリット9番ブレイク、こちらの小田流を皆様にご紹介したいと思います。それからですね、9番ブレイクやった後に少しバリエーションを踏まえた、踊り方をご紹介したいと思いますので、全然最後までご覧いただきたいと思います。それでは今回のアシスタントは長谷川真希先生です。お願いします。統一戦日本セミファイナリストです。いいんだよ、大丈夫大丈夫、ちょっとかぶっちゃったけどね。それでは早速行ってみようか。はい、レッツゴー。それではいつも通り二流一流小田流ということで、皆様に紹介していきたいと思います。それではステップの紹介も兼ねて二流からお見せしたいと思います。いきます。2 3 4 1 2 3 4 1 2 and 3 4 and 1 2 ロンで3 チャチャ1ニューヨークして、チャチャワン、ロック入ります。2、3、チャチャワン、ヒップツイスト、3、チャチャワン、間のバリエーションですね、これはね。はい。では、一流いきます。はい。2、3、4、1、2、3、4、1、2、and 3、4 and 1 2 3 cha cha 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 1。それでは小田流いきたいと思います。2 3 4 1 and 2 3 and 4 2 and 3 4 and 1 2 3 cha cha 1 and 2 3 cha cha 1 2 3 cha cha 1 2 3 cha cha 1。それでは小田流の踊り方の解説をしていきたいと思います。いきましょう。OK。まずですね、スタートの、立ち位置ですね。まずしっかりと、重心を下ろしておくこと、これが大事。そう、一流とか二流の方だと、まあ、普通に立ってしまう方が多いのですが、しっかりと重心を下ろす、この形ちょっと皆さん覚えておいてもらっていいですか。この形です。はい、実はこの形が、9番ブレイクではすごく重要になっています。なぜかというとですね、まず入力しますよね。ここで形を一発入れて3、4、1入力します。はい、2、3、and ここなんですね。戻る位置は必ずこうなんですよ。これがよく見受けられるのは、2、3ちゃんと戻らなかったり、もしくは全く戻らなかったり、こういう方、こういう方、特に9番ブレイクとかね、悪い例だとこういう方、こういう方、こういう方、これはねインパクトに欠けるんですよ。9番ブレイクのインパクトっていうのはここにあります。実はもちろんね、こっちのインパクトもあるんですが、実はここにインパクトがあるのが音は強いんですね。はい、ちょっとやってみますね。小田流ですと、2、3、まず2音から2、3、and 4、9番ブレイク2、3、and 4、1、and 2、 こういう形ですね。わかりました、皆さん今の。よし、さあ、ということでその後、9番ブレイクのしっかり戻りを、はい、皆さんね、見ていただいたんです。この後ローンデになります。10ローンデは、ヒップを上げることです。はい、ストップアップ。そう、この形、このローンデってルンマの時説明しないよね。あれまだやってないね、ローンデの説明ね。うん、簡単に言うとですよ、
足はここから、はい、バレエのロンデは2、3、ここですね、はい、足の付け根からロンデしちゃってる方たくさんいらっしゃいます、はい、正しくは、体が先に回転をして後から足がついてくるような感覚です。そう、その時に、立ってる方の足はね、ちょっと曲げていただいて股関節を折ることで反対のヒップが上がりますので足がここから入ってる感覚、はい、これすることでめちゃめちゃロンデかっこいいです。でさっきも言ったようにロンデは必ずボディが先ですからですね、ボディと足が一緒に行くんではなくてボディが開いてから足がロンデされるようにすると、非常にかっこいいロンデになりますので、ね、ちょっともう一回やってみましょう、ね、せーの2、3、チャッチャ1、こういう形です。はい、続きます。2、3、チャッチャ1、はい、挑戦します。2、3、チャッチャ1、はい、この後ロックですよ。小田流ロックをしっかりと、そしてヒップツイストです。グッと、はい、そして間のバリエーション、はい、という形ですね。それではですね、もう一つ大事なアクション、ヒップツイストについて皆様にご説明したいと思います。今ですね、小田流ロック、ね、チャチロックやりました。ボディをしっかり使って小田流ロックストップ。この後に、男性は左足、女性は右足の上でヒップツイストというアクションが、行われるんですけども、この大事なポイントはですね、立っている方の軸足の足の裏を回転させるっていうところにポイントがあります。はい、どういうことか、ことが言うと、この足をしっかり足伸びてね、皆さんね、せーの、足こっちまでやな。はい、もう一回行きます。ロック終わりました。はい、ここで反対側に絞っておいて立ってる方の軸足を回しますよ。ヒップツイスト、はい、これ非常に大事なんですよ。ヒップツイスト、足の裏を回すことによって、ちょっとこっちは来てもらいましょうか。はい、回すことによって、立ってるこのヒップの方ですね、立ってる足のヒップの回転量が増えるんですね、このように。はい、ありがとうございます。これを、この足の裏を回転させないとどうなるかというと、はい、ここで終わってしまうね。ここで終わっちゃう。もうちょっと回転してみて。これもダメ。正しくはここですね。はい。これすべてのヒップツイストはこの形があります。足の裏を回すことによってこっちのヒップを、立ってる方のヒップを、後ろまで回すこと。そう。それに伴ってニーバックというね、アクションも行われると非常にかっこいいランができます。ね、ちょっとここでいきましょうか。立ちます。ロック終わりました。はい、ヒップツイストをバシッとで、チャチャワン、はい、ということになります。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ポピュラーなステップを、小田流チャチャで、ご紹介させていただきました。大事なのはですね、まあもちろん全てのアクション大事なんですけども、足の裏の回転、このヒップツイストですね、あとはですね、もちろん小田流ロック、これも非常に、大事なアクションになってきますので、皆さんね、ぜひぜひトライしてみていただければと思っております。それではまた次回、小田ダンス TV でお会いしましょう。またねー。